はい、ちょっと開けてみましたね。右の方が、キャリバーでいくと1555。これ古い方ですね、1803の。で、今ちょっとイエローゴールドの開けてみましたけど、1556ですね。こちらの方が1803の、まあ、前期と後期と分けたら、まあ、後期の方ですよね。まあ、製造期間もこれ長いですからね。まあ、初期モデルと、まあ、その後のずっと続く1556ですよね。のモデル、機械ですよね。まあ、先ほども言いましたけど、ローターの違いと、まあ、添付の不意の違いですよね。まあ、あとは、あまり変わってないです。で、これが裏蓋ですね。1803。まあ、前にも言いましたけど、金無垢モデルは、製造年月日が、これ入らないんですね。まあ、なぜか知らないけど。で、あともう一つは、さっき説明しなかったけDD って、どこにあるか。ここかな？ DD ってありますね。機械番号の頭に DD ってある。これは DD ってこと。デートジャストとか日付のついてるやつはデータありますね。それで、日付のないやつだから入らないです。ただ、まあ、後にはもうなんか、一緒になってきちゃうんですけどもね。初期のモデルはきちっとこの辺になってますね。これ、デイデートのデイデイ。デイデートは間違いなくデイデート入ると思いますね。デイのやつはなんか、どんどん一緒になってきちゃうんじゃないですかね。はい、こういう機械が入ってますね。1556です。デイデート。まあ、70年代ぐらいになってくると、1556になりますね。ロレックスデイデートの機械でした。